おいなりさんの皮食べよう。なんか嫌。なんか嫌だよ。食欲すごい。いや、普通やん。ちょっと、なんかわかるけど、食欲すごい。食欲すごい。ズバ飛んだ、確か。冷めるとか変えるかじゃないけど、あ、飛んだなと思う。それで嫌いって書いてあるんだな。うん。飛んだ、あ、ツバ飛んだなって。こんなこと。朝が来れば、そのツアー拾いに行くやろ。うん、ペロッとするか。うわっ大変かよ。じゃごめん、ツバ飛んだ。朝が来れば、ズバ当たり前じゃない。自分が、自分が変えるかしら。ちゃんと直さなかよ。自分が変えるかしら。それこそ変えるか現象に。あ、そういうことか。そういうこと。うわっ、ツバ飛んだわ。ウヨブヨモンって。ウヨブヨモン。ゲロゲロ。ごめんごめん。それが変えるかよ。変えるか。そういうことか。解決。朝が来れば、ズバ変えるか。頭皮の匂い。かぐかぐな。そんなやつ俺も女の子の頭皮の匂いさえ良くないなみたいなあるよ。あるよ。どういう時？え、一回やる？いやや。なんでやる？エスカレーターあるやん。匂ってる匂ってるってこと？匂ってる。やばないそれは。これエレベーター。あ、エレベーター。エレベーター。え、エレベーター？エレベーター。前エレベーター。前エレベーター。爪爪とか。ああ、前に前にした頭あって。朝が来れば、ズバ小さい子で言うもん、あの、地肌パーってやったらバイヤーガタン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 おめでとうございます。電車か3万円ゲットしました。電車乗ってる。歌いる。あー、どうぞ。準備入れて。朝が来れば、ズバ。そのさ、満員電車のさ、前におる女の人がさ、結構年配の人でもやるってことやろ。え、だから女の人だけちゃう、おっさんとかみたいな。それってそれ平気やんけ。なんでわさびつけてすんの。朝が来れば、二人で初めてご飯行った時に、携帯を触りながら、私が話してる内容を、あ、うん、うん、うん、みたいな。それ普通に誰でも嫌やろ。まあ慣れたらあれやけどさ、初対面のその人嫌かな。初対面でそれはやばいやろ。まあ僕はいつもあの、携帯触ってるんで写真撮ってますけど。電車の中で電車の電車装備の写真ばかり撮ってた。全然撮る。うわっキモっ。帰るか試してる。あ、ほら。イエー。朝が来れば、ズバ。アイドル好きなことを隠してる人。いや、かわいい。かわいいよ。本気になってくんね、これ。かわいいよ。これやばいね。ハイタッチ会は、ちなみに誰とハイタッチ？ああ、マイ、マイヤン様。おかしいやん。6時間並びました。かわいい。どんな感じだったんですか？あ、じゃあ、ごめんなさい。すいません。マイヤンやと思っての、あの、再現。それは、きつい。ガチ、もうガチ前やから無理や。きついやと思うけど、あの、どういう当時、どういうハイタッチしたんか。じゃあ僕、あの、あの、マイ電車で頭かく人あります。朝が来れば、ズバ。なんもええねん。一緒やね、ほんまに。イェーイ。手寄せがなんか、うわっ朝が来れば、ズバ。ほんまに聞いた話だけど、そう来たら話、やった手とかで握手する人、おるみたいに聞くで。マジで、キモ。いや、待って、じゃあ俺ももし有名やったら握手会するのはダメ。したい。お前手にうんこつけとこう。いやいや。そういう人いっぱいあったら、ほんまに。そういう人、ほんまに嫌やって、マジで嫌。手袋つけようから。それはまたあるやん。変な感じで思われるんで。握手する前に、やっぱコロナ。手洗い場を設けて、で、朝が来れば、ズバ。爪長い。ああ。今日来たかな。今日来た。だって今日、え、あ、これ動画一回これカットな。今日あのこの回やった。あ、つきって。この回やめる。この回やった。分かる自分も嫌よ。え、キツネ。キツネか。じゃあこう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 こん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 親指いらん。キツネかやな。キツネか。朝が来れば、ズバ。あっ、帰るかよ。これ言って帰るかよ。これは帰るかよ。これ男やったら帰るかやろ。うん。朝が来れば、ズバ。ヒゲの剃り残しって来てました。これはあかん。うん。ほら、うん。デートしてて上向いたりした時にここが、あー、なるほど。俺結構この辺のこのタイプやってん。こことかがニュンみたいな生えとったら、おい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 ってなる。なるかー。
ど。先生、はい、どうしたんですか。あの女の子でヒゲ生えてる場合はどうしたらいいですか。ああ、それは変えるかやな。いや、男はどう。まあまあ、それも含めて、好きになったら好きですね。それも含めて裕福に骨幹大丈夫と思っていますが、まあ可愛いですよ、そういうヒゲの染め残しみたいな。まあ好きですね。朝が来れば待ってヒゲあるちゃんと溶けるこの辺ちょっと嫌だこの辺ヒゲ生えてる。そこまでプリスポテト正義ナナちゃんのヒゲが生えてることがわかりました。はい、ニュースとこです。アップで目指してアップでやっといてなんでアップであっといてってない。アップであっといてアップであっといてアップであっといてアップでやってて。アップでやってて。朝が来れば待ってな。蛙化現象と結論何なんですか。それ俺カエルの歌歌って。エンディングに添えます。カエルの歌。カエルの歌が、はい、カエルの歌が、はい、言うやん。聞こえてくるよ。グワ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 